どうも、ブガバリです。今回紹介するスニーカーはこちらです。ボーン。はい、箱を見ても、わかんないと思いますけど、まあ、若干埃かぶってんすけど、結構前に購入したんすけど、紹介し忘れてたんじゃないかな。こちらです。はい、エアマエストロの、真っ赤なやつです。それでは早速、開けてみたいと思います。おぉ、ドープ。おぉ、ドープ。おぉ、付属品で、カードが付いてます。はい、マエストロ2ですかね。で、こちらは、90年代に、一足発売、90年代にね、初めて発売してます。で、おそらく94年とかですか。まあ、ちょっとね、調べてないんで、わかんないですけど、90年代、そうですね、僕が小6の時になんか履いてる人いたんですよ。で、小6なんで、多分、12歳ですかね。なので、34なんで、まあ、5の年ですけど、なので、12だから22年前ですね。に多分、そんぐらいに一回発売してます、初めて。で、04年に初めて復刻されていると思います。その時に僕ね、買ってんすよ、実はこれ。ただね、なんかね、その時ってね、僕、スニーカー買ってたんですけど、履くのもったいなくて取っといてて、で、結局なんか履かずじまいになってしまったんじゃないかな、感だったから、最近はもう買ってもなるべく履くようにしてて、なんか、俺持ってんだぜ、感で自己満で終わってたんですけど、なんかそういう時期って多分あると思うんですよ。ただ、その時がそうだったんですけど、今はまあ、なるべく履いてます。はい。で、そうですね。で、これが2018年の5月だったかに、また復刻された一足で、で、そのね、18年とかよりちょい前とかかな、キスってとことね、コラボしてマエストロ出たんですけど、で、このタンが K ってなってたやつで出てて、なんか紐もなんかこう斜めってて、フットスケープみたいになってて、ちょっと俺的に、なんか、これはマエストロじゃないんじゃないかなって僕は買わなかったんですけど、全然その魅力も感じなかったんで、いかなかったですけど、ただ僕はやっぱマエストロと言ってればこのカラーで、この形なので、間違いないと思います。で、僕が多分20歳ぐらいの時ね、ちょうどなんかね、バイクでね、大阪に行ったことがあって、その時に、どっかの靴屋さんの店員さんがこれを履いてんのを見て、お、マエストロ復刻したんだっていうのに、僕はその、なんだろう、04年とかに復刻したのを、その時にその店員さんの靴を見て知ったんですよね。その時ってまだネットがあまり普及してなくて、まあ、スマホとかでもなかったですし、だから、まあ、情報がなかったんですよ。もう雑誌とかになってて。だから、その、人の服装とか雑誌しか情報を頼るとこがなくて、まあそんな感じで知ったわけなんですけど、はい。まあネット普及してても、まあパソコンとかで、パソコンとかを持ってる人は知ってたけど、まあ本当僕だって、ピッチとか使ってたからね、その時って多分。確かですけど、いや違うな。あのね、僕は多分その時って、G's One っていうごつい G-SHOCK みたいな携帯電話を使ってたと思います。すげえごついやつ。はい。で、ちなみにその04年とかに発売した時って、サムライっていう雑誌があって、で、今までもあんのかな、まあ、サムライマガジンっていう雑誌があって、そこで、あの、釈迦ゾンビの大隅さんがこれを履いてたと思います。このインソールなんですけど、インソールすごい見えづらいけど、ザ・ A なんちゃらって書いてるやつあるんですよ。それが、あの、一番最近のモデルだと思います。他のやつのインストールは多分、あの、ザ、なんちゃらかんちゃらっていうこの字が入ってませんので、まあ、年数をね、あの、中端とかの、例えば端の裏の表記でわからない場合は、インストールの、プリントで、あの、年数がわかるかと思います。僕バスケのこと全然詳しくないんで、まあね、バスケで知ってるって言ったら、まあ、トラベリングしか知らないんじゃないかなーということでね、やっぱりね、この辺のバッシュってまあ、なかなかちょっとこう、コアな人というか、90年代好きとか、なんか僕ら世代とかの人しか多分このバッシュって、わからないんじゃないかなーかんですけど、まあ一応こんなバッシュがあったんだよーかんでお伝えいたしました。はい、ということで、今回は、そうですね、ちなみにこれピッペンの、モデルらしいっす。はい、ということで、今回はマエストロ2紹介いたしました。以上です。どうチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったらぜひグッドボタンお願いします。以上です。どう